はい、台風9号が今近づいておりますが、台風10号も発生しましたので、気になる今後の進路予想をお送りします。台風の現状と予想ですね。台風第15号は2日3時には小笠原近海にあって、1時間におよそ10キロの速さで西南西へ進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メーターで、中心から半径220キロ以内では風速15メーター以上の強い風が吹いています。台風は今後発達しながら日本の南を北西に進み、5日は非常に強い勢力で大東島地方へ接近し、6日は非常に強い勢力を維持したまま奄美地方から西日本にかなり接近する恐れがありますので、今後の最新の台風10号の情報を見るようにしてください。そういったわけで、台風9号も北部九州接近しておりますので、十分な警戒が必要となります。引き続き台風10号の進路情報にも最新の注意を払って厳重警戒するようによろしくお願いします。なお、最新の気象庁の台風情報を見るようによろしくお願いします。そういったわけで、台風10号発生しました。気になる今後の進路を見ていきたいと思います。どうぞ。はい、そういったわけで、台風10号ハイセンはもう発達して日本列島へ接近する見込みです。厳重警戒よろしくお願いします。ではまたです。さよなら。